お届けいたしました。ゆっくり練習すれば必ずできるようになりますが、本は本でも良いお手本、首にかけるタイはネクタイ、ゆっくり部分練習に反復練習を重ねることでできるようになります。よい子の皆さんは無理をしないで自分のできることを楽しく歌いながら弾いてみてね。それではまた明日、お子様の安全に怪我から守り、きちんとドレミの音符が読めるように先生もサポートします。ゆっくりでいいんです。ゆっくり平音記号の1からドレミの1、ゆっくり読めるとどんどんいろんな曲が弾けるようになります。先生がしっかりサポートをしますので、どうぞご安心ください。先生とのお約束を守ってくれる良い子、今日はここまで弾けて、弾いてみたよ、きちんとできたところは見つけて、できると嬉しいサプライズが待っております。遊びを取り入れて、できたね体験を味わうことがピアノレッスンの醍醐味です。先生だって機械ではありません。少しずつ練習を重ねてできるようになります。有名な藤子ヘミングさんも、人間は機械ではないのだから、心から曲をどのように表現してイメージして弾けばよいのか考えて表現するのが一番と言っております。それではまた、バイバイキン。お子様への虐待や無理難題、個人の能力をきちんと見極めた上での指導や励まし、勇気づけ、自信を持つ、わからないことは先生も一緒になって子どもたちの疑問や好奇心にお答えできます。それではバイ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 。そう聞いて、もっと上手になりたいわと励むのがピアノ上達への道です。それではバイ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 。かわいい生徒さん、明日も先生はお待ちしております。リコちゃん、かわいい生徒さんのお名前もきちんと漢字の読みも覚えております。